阿蘇テレワークセンターでは、情報モラル・セキュリティの大切さをテーマにした標語作品を募集したところ、107名の作品が集まりました。その中から各部門の最優秀作品や受賞作品をご紹介します。なお、各受賞者には学校を通じて賞状と阿蘇の特産品を贈呈しました。たくさんのご応募ありがとうございました。